そして最後にリングへ向かいます、ロビー・イーグルス。4回目になります今年のスーパージュニア。リング戦立ち上がりはやや遅れましたが、確実に星を伸ばしてきました。現在8点は8点。この中にはエル・ファンタズモ、さらにはエル・リンダマンからの勝利も含まれます。ミニブロック3人のエル、3人目のエル・デスペラードを狩りに行きます。スナイパー・オブ・ザ・スカイ、セリー・ザ・スナイパー・オブ・ザ・スカイ、ロビー・イーグルス。ロビー・イーグルス、元 IWGP 新ヘビー級チャンピオン。この2人戦ったらどうなるんだろうっていうこの楽しみが、うわすごい、お両手をクロスした状態で投げた、怖いですねこのトリッキーな動き、持ち味スピードでかく乱するロビー・イーグルス。そしてヒールキック、はい、飛び込みながらあの足かけていきますからね。このままどうする、おお、いや立った立った、後ろから分かんなくなって動きが止まってしまいますね。さあ来た、ダブルにアタック、ダブルアウト体勢や、後ろにそのままストップが、おお、壊れた、カウントは2回転、あーり、これがチャンピオン経験者。さあここはどうか、お互いに、おお、非常に計算されてる、おお、ここはノーモーションでのテイクドロップキック、さらにステップして、これはスカナー、カッターを放っていきました。ただ2戦目、お、浅い DDT、 ここは決めた、スワンダイブ式、足へキック、足へ回転、今度は担ぎ上げる、お力強い、さあどうするか、ヤードバック、バック突き刺した、この入り方は新しい、マリーシテンを読んでない、ここも着地、飛びついた、まあなんと抑え込み、ロンミラー回、なるほど、ロンミラー回、ここでロンミラースペシャル、さあ刀を抜いてまいりました、ロビーイーグルス、絞っていく、さあ4度目の悪夢か、4度目の悪夢か、同期ロープが近くて遠い、57秒、ロビーイーグルス選手が見られたらダメなぐらいの勢いでしたね、ロビー選手からしても、やりづらい、ただここはロビーイーグルスもやり返します。あんま高まってないな、ハンタズモの動きを真似て挑発していく、ちょっと高いですけど、でもハンタズモ選手は、さあ挑戦を定めていった、コペコンキーローにここは叩きつけた、カウントどうか、ロビー、そしてそのまま足に来た、外れた、ロビーイーグルス、でもどうか、
絡んでたんで、そのまま、ロビーグラス、お互いこのね、ロープくぐっての飛び込みヒールは得意にしてますから、セーブをしっかりと読んでいたが、そして走り出したメンスピル、下からキック、ロビーグラス、そうでしたね。そこで足に膝へドロップキックか。手の内を読んでる、スパインバスターも読んでる、浅い DDT、しかし膝を痛めた、膝が痛む、スワンダイブで、さあそしてロンミラー、スワンダイブでいった、さあどうする、さあどうする、スイッチ、この技で ロビーイーグルスがデスピラードを止めた。これが私の時間です。もう一人いるんだと、でこのリングでできることをしっかりやって武道館でトロフィーをつかみたい、3日前の後楽園では三角の戦ではその時は続けてくれてありがとうって言ってましたね。そして本当にこのファンの声を求めている姿というのが印象に残りましたね。そうですね、みんなで叫びしよう、もうI can't wait だと待つことできないと、はい、でみんなもそうでしょって、ロビーイーグルスがこれで勝ち点10点に乗せまして、次は本日のリターンと対戦いたします。このリターンとの試合、ロビーイーグルスが負けてしまえばこれは脱落ということになります。